皆さんこんにちは。こんにちは。市立千歳市民病院放射線科の奥山です。大山です。藤井です。今日は当院の MRI 装置についてご紹介します。 MRI は磁気と電波を使って全身の断層を撮影する装置です。それでは、実際の検査の流れをご覧ください。MRI では、金属が持ち込めないので、この更衣室で、こちらの検査着に着替えていただいて検査になります。ピアスですとかメガネ、時計などは、全て置いた状態で検査をしていただきますので、ご協力お願いいたします。じゃあこちらですね、磁性体検知器といいまして、磁石に引っ張られる金属を検出する機械になっています。体の中にですね、何か持ち物があればですね、反応しますので、今やってみます。このように機械の前で動けばですね、金属があれば反応します。今はポケットに携帯電話を入れてました。金属を持ち込むとどうなるか皆さんご覧ください。こちらベルトのバックルがついてます。この辺はまだ引っ張られないですけど、持ち込むと怖いです。おっと、こうすごい力で引っ張られてしまいます。なので金属を持ち込むということはとても危険ですので、先ほどのちゃんとした着替えとか金属チェックが必要になりますので、よろしくお願いします。準備ができましたら、こちらの MRI 室で撮影していきます。こちらのベッドに寝ていただいて、撮影する場所に応じてポジショニングをしていきます。もし不安な方がいらっしゃいましたら、こちらのヘッドホンから音楽を流すこともできますので、遠慮なくおっしゃってください。かける音楽は携帯でも CD でも大丈夫です。何でも対応しますので、ではこれから試しに石を一人取ってみます。じゃあこちらのベッドに寝てください、はい、まず音がうるさい検査になるので、耳栓をつけてもらいます。もし検査中に具合が悪くなったり何かあった場合は、このブザーを握って教えてもらいます。こちら持っててください。だいたい検査時間は15分から20分ぐらいになります。今回は頭を撮影するので、頭が動かないようにヘッドホンやタオルを使って固定していきます。頭の撮影の際はこちらをかぶせます。これで検査の準備は完了です。こちらのマット、すごく柔らかくて寝心地が良くなってます。それでは検査始めていきます。よろしくお願いします。どの撮影でもだいたい短くなってます。5分、10分ぐらいは短いかなと思います。それでは検査始めていきます。よろしくお願いします。あれ、これますか？では撮影を始めます。次のスキャンにかかる時間は30秒未満です。撮影時間のアナウンスも入ります。こちらのモニターでどのように撮影をしていくか、放射線技師が計画をして撮影します。頭の血管を撮ってみますね。他の撮影の計画もしてみますね。脳をどのように切るかというのを技師が決めます。はい、で今撮り終わった画像がこちらになります。頭の血管の画像になります。こちらがこう断面の画像になりますね。で右に見えているのがちょっと立体的に見えるような画像になります。でこれからこの画像をですね、技師がちょっと処理をしますので、ちょっとご覧ください。医者が画像を見やすいように画像をちょっと処理をしていきます。ちょっと頭の中の血管をきれいに見えるようにしました。画像を作成するのも我々放射線技師の仕事になります。新しい装置になってよりこう高精細に映るようにはなりました。はい、こちらなんですけど、同じ頭の血管を撮影したんですが、左側、こちらが今回新しい装置に搭載された AI ですね。今、流行ってると思いますけど、人工知能
を使って画像を作成するっていう方法が搭載されましたので、こちらが AI ですね、使った画像になります。で、右側こちらですね、従来型ですね、人工知能を用いないで作られた画像になります。違いどうでしょう、皆さんお分かりでしょうかね。右側の方が何かこうザラ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 してるとは思うんですけども、この画像が人工知能を使うことでこのように綺麗な画像になります。これが人工知能 AI、 深層学習ですねを用いた画像作成の特徴になります。こちら、先ほどは血管の画像だったんですけれども、こちら脳みその断面ですね、写真を撮ってみました。こちらも左側が人工知能を使った画像作成方法、右側が従来型の画像作成になります。やはり従来型の方が少しこうザラザラしているなというのがお分かりいただけるかなと思います。これが AI、 人工知能を用いることで滑らかな画像になります。ね、今までで写せなかったような微細な構造ですとかもやっぱり写せるようになりましたので、まあ、特に頭ですと、動脈瘤ですとかすごく小さな病変もやっぱりこう高画質になることで、診断しやすくなったかと思います。これが、旧従来型の画像になります。これとこれの違い、やはり AI の方がより滑らかになって綺麗になっているのが分かると思います。ちょっと回しますか、くるくる。このようにこう立体でいろんな方向から見えます。もし当院で脳ドックを受けていただければこのような撮影を行います。うるさくても全然ヘッドホンが性能が上がって音が聞こえづらくなったので快適に検査を受けられます。皆さんどうでしたか、当院の MRI すごいなと思っていただけましたでしょうか。ご説明した通り、AI ですね、人工知能を用いた画像再構成技術が搭載された国内有数の高性能な装置を導入しました。今後もですね、担当者一同検査の質向上を目指して努力していきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。